チャロブラの生テーマリー。はい、チャロブラザーのなんちゃんです。サワジです。はい、今私たちはムンバイにいますと、はい、いうことなんですが、はい、今ここはドビーガードという、ね、スラムの方々の洗濯場、そうですね、うん、はい、にいますと、はい、なんかね、調べると、はい、ドビーっていうのが洗濯人のって意味で、ガートっていうのは、まあ、インドどこでもあるんですけど、岸辺とか川べりみたいな、そんな意味です。で、まあもうすぐここにあるんですけど、うん、見てください。ここから全部洗濯してるんですよ。こっちの方も全部洗濯してるし、うん、ほら、まさに洗濯してるんですよ、ね。まさにあのおじさんなんかほら、こうやってパタパタしてやってますよね。ムンバイっていう土地なんですけど、まあ、インドの中、世界の中でも貧富の差が一番激しい、うん、まあ、国であり場所であるというのがここムンバイなんですね。はい、はい、例えばボリウッドとかそういう映画スターの人とかはかなり年収も何億とかもらってる人もいる中、はい、ちょっと目を離すというか場所を変えるとこういうようなスラムの場所がいっぱいあるんですよ、このムンバイっていう地域は、はい、日本ではなかなか見れないような場所がやっぱ世界には広がってるなという、そうですね、いろいろね、ムンバイって観光地多くて、さっきね、あの行ってきた世界遺産の場所、うん、インド門とか、あとはチャトラパティシバシターミナス駅とか、うん、まあ、いろいろそういう綺麗なところもあるんだけど、こういう実際生活の風景みたいなところも ね見てもらえると、はい、本当のムンバイっていうのを実際に体感できる、うん、思います。確かに。じゃあロゴが、じゃあ実際ちょっとこう細かく見ていきましょうかね。まずはこの真下ですけど、ここ干してますね。干してるのね。だからここだけじゃないもんね。そうだね。ずっとこう干し場になっていて、でこっちも行ってもそうだし、はい、そうだね。でもさ、なんか微妙になんていうの、色分けというかさ、なんかあっこは全部さ白いしさ、確かに。なんかこの辺柄物のシャツだし、ね、T シャツがそうだね、バーってかかってたり、はい、これ多分業者なんだよね、みんな業者っぽいね、うん、確かに同じような種類のものばっかりだもん、うん、あっちもそうだし、そうだね、あっちもそうだし、ここのさ、すぐ隣がもうさ、うん、ステーションなんだよ、そうだね、駅なんだよ、うん、だから電車がめっちゃ走ってて、うん、その真横にこういうのがある、うん、本当だね。でここにね、こう建設中の高層ビルがあって、あっちにはもうね、本当ビル街、オフィス街っていう感じで ね、ある中でふと下を見るとこういうのがあるっていう、そうじゃあロゴが、ただこういう感じになってんのかと思ったら、ちゃんと観光名所としてこうやってマハラクシュミドビーガートの歴史っていうのが説明で書いてますね。ちょっと読みます、読みましょうか、せっかくなんで、はい。It was founded by an association of washermen 140 years ago. 140年前からあるから。But the place has changed over time. This is one of the few organizations in this ancient Mumbai whose name is still the same. It was initiated in the Victorian era and still has its own name, Mahalakshmi Dobi Ghat. はい、あのビクトリア女王の時代からずっとあると。で、マハラクシュミ・ドビーガートって名前だと。で、Which means the place where washermen clean clothes and dry them. はい、ね、まあ、洗濯をする場所ですね。洗濯して乾かす場所。じゃあロゴが。はい、ということでドビーガードの中に入っていきたいと思います。はい、暗いね、中、はい、ファンの外交ですね、すごい。あ、だからここがあれだよ、ここがあのさっき言ってた石。あ、本当だ、あ、これだ、これが石で、これが牛に付けるやつだ、そうそう、1907年から、はいはいはい、板ってやつ、日本でいう洗濯板だね、そうだそうだ、石なんですね。はい、こんなですね、感じですね、うん、さっきの人どんな感じだったか、これだからここにこう立って、うん、だこうだよね、こうしてだよね、そうだ、こうやってこうやってやってで、ガタガタガタっつってて、ここってやってここにこうかける、そうだね、そういう感じだね、すごいね、これが1800年代からある石なんだ、歴史、もうずっとこれが続いてるわけですよ、うん、洗濯したりご飯食べたり、この人みたいにこう寝たりね、寝たりね、気
のまな、なんか生活だね。そうすごいね。こうやって洗ってるわけですね。石に叩きつけて。こういうところで生活してるんだ。すごいね。すごいね。生活してるよ。これがもうずっと進むので、一個ずつ一個ずつある。だから。けどちゃんと洗濯機はあるんだ。全部手洗いってわけじゃないんだ。洗濯機はある。ああ、俺たちがさっきいた場所はあそこから撮ってました。あそこだ。さっきそこから撮ってました。で、今下にいますね。こうやって洗濯してます。ほら、これが洗濯機だね。ペインティング。あ、じゃあここでやっぱもう作ってんだね。あ、だからほら、青いのでさ、染めてるもんね。染めて洗って、染めて洗ってっていうのを、やっぱ、ここで製品作ってるんだよ。言ってるんだね。言ってるんだよ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 。もうここも全部そうだね。全部そうだね。あ、子供たちが見えてます。仕事場であり、遊び場であり。そうだね。ダークなとこ入ってきたね。ここは何でしょうか。ここ何なんだろう。結構すごい奥地に入ってきたね。あ、なんか調理してます。調理、ご飯作ってる。ご飯を作ってる。似てる人もいる。アイロンだね。これだから洗ってるやつ。はい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 。すごいね。なんか生活がもう滲み出てましたね。ここは出てる。で、生活というか、うん、もうインダストリアルって感じだね。動画を見ていただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ば。おチャンネルのご登録、いいねとお言葉、お SNS と、お SNS は、ごめん。